こんにちは、リリーです。さて今日なんですけれども、なんと珍しく息子がお昼寝をしたので、お昼に撮ることができました。やったー。そして今日何をやるかと言いますと、見てください、これ大きい手帳があるんですよ。そう、私今までね紹介したことがなかったんですが、実は英語の手帳というのも所持していまして、ただこちらをなかなか使えていなかった理由としては、やっぱり大きくてちょっと重いのかなというところでね、なかなか使うことができなかったんですが、最近になってやっぱりね YouTube もうちょっと頑張りたいなって思ったので、こちらのロジカルダイアリー以外にももっといろんなことをね書いていくような手帳が欲しいと思って、こちらの英語の手帳を引っ張り出してきました。しかしながらこちらの手帳がね、ちょっとねこれカメラでわかるかな、なぜか今若干治ってるんですけど、昨日までねここがなんか全部閉じても閉じなかったの、わかりますか？なんかパチってちゃんと閉じたのに、ここの隙間が空いた状態になってしまっていて、で今もよーく見るとね、ここがきっちり閉まりきってはいないんですよね。こう多分ねカメラでは分かりにくいと思うんですけど、若干まだねここの隙間が空いてるみたいな状態です。ということで、今だったら割と比較的まあスムーズにこうやってねページ送りができるんですけど、なんか昨日まで本当にねここが隙間が空いてるせいで、ページをねめくろうと思ったらここの穴が取れちゃうみたいな、そういう現象が起こっていました。でこれね今治ってるからいけるかもしれないんですけど、またねいつ再発するかもわからないので、ちょっとね新しいバインダーを買ってきました。それがこちらです。こちらおなじみのカスタムノートシリーズから、今回は英語サイズのバインダーとそのカバーを買ってきました。このねカスタムノートシリーズって、私ね過去にバイブルサイズの手帳であったりとか結構ねご紹介させていただいているんですけど、この英語サイズのものっていうのは、私が一番初めにね使った手帳これですよっていう動画で紹介したことがあったので、実は2回目なんですね。でこちら新しいバインダーをね買おうかなってなった時に、この間ツイッターで、英語手帳って結構重くて大変なので薄くてリング径ちっちゃいやつないかなっていうことをつぶやいたら、マイシステムバインダーというものを教えていただいたんですね。それでインターネットで見てみると、確かに安いし、それでなんかリング径が1センチっていうことでね、とっても軽くコンパクトに持てそうだなって思ったんですけど、なんせねちょっと先ほどの手帳のリングが壊れてしまったというところで、ちょっとね通販を待ってる余裕もないし、近場で買いたいなって思ったので、今回はねセリアに駆け込むことにしました。でちなみになんですけど、せっかくねセリアに行ったかなと思っていろいろ他にも買ってきました。このね可愛いヘアゴムなんですけど、実はねちょっととある用途に使ってみたいと思って購入しました。こちらの2点に関しては後日動画でまたねご紹介させていただきます。それから見てこれ、一目惚れしてね買っちゃったポーチなんですけど、すっごい可愛いウサギがね書いてあって、これねなんだろう、素材すごいねなんか柔らかいビニールみたいな感じの素材です。うん、ポリ塩化ビニルって書いてある、それが何なのかちょっとわからないんですけど可愛いです。でこれどうしよう、なんか何でも入れれそうですけどね、何入れとこうかな、あ今日買ったもの入れとこうか、ちょっとこれ入れとこうっと、ね、そしたら今度ねまた動画でもねこのまま紹介できるし、うんいいと思います。でそれからこれ練り消しなんですけど、この間ねハンコを使った動画を出した時に、なんかハンコのお掃除に練り消しが使えるっていう情報をコメントで教えていただいて、それでね練り消し、あ買おうって思って買ってみました。ということでちょっとだけ試してみますね。これねいつもの色模様で、こちらもねこの間紹介した手帳ハンコブという4つ入りのインクの柄を取ってきました。となんかねその方がおっしゃるには、押すじゃないですか普通に、でペッて押しましたってなって、めっちゃ可愛いですよねこれ。で押したらなんかいらない紙にある程度ペッペッペッてするんですって。ちょっと今はもうあれなんで、ここにしますね。ちょっとここでなんか
ある程度綺麗になったなみたいなところまでペッペッペッって、ね、なんかするんですって。でなんかペッペッペッってしたら、さっきからなんかすごい斉藤さんがいっぱいなんかいるみたいになっちゃってるけど、この練り消しを、あ、めっちゃイチゴの匂いする、なんか懐かしい、小学校の頃になんかあったな、 どうやるんだろう、こういうこと、ちょっとわかんないけど、あ、でもね、あ、確かに綺麗かもしれない、うんうん、なんかわかんない、合ってるのかな、ごめんなさい、なんか違ってたら申し訳ないんですが、めっちゃ綺麗になりました。あ、じゃあ合ってるのかな、うん、でもいいかもこれ、なんか今後もそういうやり方でお掃除していこうと思います。ということでお待たせいたしました。とりあえずね、このバインダーの中身を移していくっていう作業に入ろうと思います。はい、こちらカバーをつけてみました。でね、ちょっと最初はね、ここカバーの折れ目みたいなのが残ってしまっているんですけど、まあこれも使っていくうちに馴染んでくるのかなという感じですね。で中を開くとこういう感じになってます。まあポケットと言いますか、単純にこのバインダーを差し込むためのこのねスリットみたいなのがこっちとこっちについてるので、まあちょっとしたシールとかだったらね、ここに挟んでおいてもいいかもしれないですね。それではこちらの中身を少しこちらに入れ替えてからパラパラしてみたいと思います。さて、写し替えタイムの時にちょっとお話をしていこうかなと思うんですけど、英語手帳って過去に3回使ったことがあって、1回目は動画でも紹介したことのある一番最初にね使った時のもの、そして2回目はなんかね Amazon さんで買った刺繍のねついたバインダーがあったんですよ。ですっごいね可愛かったんですけど、めちゃくちゃ重くて、でちょっとね重いなーってことで、このマークスさんのバインダーを買ってしばらく使ってたんですけど、でもやっぱりこれも重いなーってなってやめちゃってたんですね。ただ先日手帳やノートの整理整頓をしたことによって、この英語のバインダーをすぐに取り出せるようなね場所っていうのができたんですよ。それによってね、すごく取り出しやすくなって使うハードルがね下がったっていうところがあって、また使ってみようっていうふうに思えたっていうのもありますね。それでね、2、3日英語手帳を使ってみてやっぱりいいなって思ったのは、英語手帳はね何せ筆記面積が多いです。なのでやっぱりね、いっぱい書きたいなっていう時には本当にそのノートの紙面1枚でたくさんの情報が書けるので、例えば思考の整理をしたりする時とかもすごくいいですし、考えをねまとめたいっていう時なんかにもおすすめかなと思うので、いつもね小さい手帳ばっかり使ってるよっていう方も、セリアさんの手帳だとね取り組みやすいかなと思うので、ぜひチャレンジしてみてください。はい、お待たせいたしました。これでねできましたね。でちょっとねお見せできない部分とかもあるんですけど、まあ見せれる範囲で見せていこうかなと思いますが、まだ本当にね書き始めたばっかりっていう感じで、全然中身は充実していないです。その点だけご了承ください。まずですね、この最初と最後に挟んでいるこのピンクの板なんですけど、こちらはデコナのリフターだったかな、システム手帳みたいにこういうねリングがついているものですね。そういったものに紙を入れるときに、こうペラペラの紙だけだと結構ねこのページ送りするときに引っかかったりとかすることが多いんですが、それを防ぐためにこういった硬い板を入れるっていうのがね大事になってきます。それで私は一応ねデコナさんのこの結構ちゃんとしたやつ買っていて、割とね快適に使えているんですが、もしこうシステム手帳を始めてみたいんだけど自分が続くかどうかもわからないし、あんまりねこう高いものを買うっていうのも自信がないよっていう方、まあこれも数百円ではあるんですけど、なるべくお安く始めたいっていう方に関しては、ここに入れているんですが、同じくセリアさんでこのシールの台紙っていうのを売ってるんです。でセリアさんのシール台紙って結構厚みがあるしっかりした紙になっているので、こちらをねそのリフターの代わりとして入れていただいてもいいのかなとは思います。まあひとまず使ってみたいよっていう方に関しては、そこまでねこだわってあれもこれも高いブランドで揃えなきゃいけないっていうこともないと思うので、気軽な感じでね始めていただけたらいいかなと思っています。で実際私もね使っているリフィルとか
あとこれはねちょっと別なんですが、この可愛い大きいポケット、これもセリアさんで買ったんですよ。だからね、割とセリアさんで何でも揃う感はあります。この大きいポケットもそうだし、このね付箋もそうなんです。もともとこう穴が開いているものなんですけど、私はここのリングのところに合わせて切れ込みを入れています。切れ込みを入れるとリングの開閉をしなくてもすぐに取り外したりつけたりっていうことが可能です。こういう感じですね。そして先ほど紹介したシール台紙で、ここからねもうほとんどがセリアさんのリフィルなんですけど、こういう感じでねマンスリーを書いていこうと思っています。でこれがね一応メインの動画をアップしたらピンク、ショート動画は青みたいな感じで色分けをして、いつ動画を出したか、そして一応なんか1本目2本目みたいな感じで書いているので、ここまでに何本出したっていうのがすぐに分かるようにしています。それでこれを見ていただいても分かると思うんですけど、私最近すごい動画をいっぱい出していて、で今日がね7日なんですけど、今日も1本出す予定です。この今撮っている動画も編集したらね近々出していきたいっていう感じで、ちょっと本当に YouTube 頑張りたいなって思っていて、それでちょっと YouTube の話をするんですけど、私ねすごい頑張りたいなって思ってて、やっぱりね今って本当に手帳系の YouTuber さん、文具系の YouTuber さん増えていて、そんな中で私の動画を見つけてくれて、興味を持ってクリックしてくれてね、それで見てくださってチャンネル登録してくれたりとか、コメントくれるとか高評価くれるとか、そういうのってめちゃくちゃありがたいことなんですよ。でやっぱりその私にできることって何なのかなって思った時に、私はあんまりねオリジナリティがあるようなタイプでもないですし、本当に平凡な田舎の主婦なので、特別なこともできないし、高級な手帳をね買いまくってご紹介みたいなこともできないんですけど、それでもやっぱり私の動画に興味を持ってくださった皆さんに少しでも楽しい時間をお届けしたいっていう気持ちはすごくあります。だからまあやっぱり今までの更新ペースだと、まあ週に1本もしくは2本出せるかなっていう感じだったんですけど、やっぱり登録してくださっても興味のある動画ない動画ってあると思うんですよ。それでやっぱり興味のない動画が続いてしまったら、せっかく登録してもらったのに申し訳ないってなっちゃうから、ちょっとでもねいろんな動画を出していって、それでなんか興味のある動画があったら見てもらえたらなって思って、更新頻度を増やしたいなと思っているところです。ただやっぱりねそれで私が無理をしてしまってもう体を壊すとか家のことがおろそかになるとかってなってはいけないので、それでねこういう手帳をちゃんと作ろうって思ったんです。だからね本当にもう皆さんに関しても無理してないかなとかっていうふうには思ってもらわなくて全然大丈夫なので、もう安心してねのんびり動画楽しんでもらいたいなって思ってます。もう本当にねいろんな動画もいっぱいあるし、皆さんも忙しいと思うので、ぜひね興味のある動画だけでも見てもらえたらなって思いますし、いっぱいね更新頑張るのでチャンネル登録してくれたら嬉しいなって思います。さてだいぶ話がそれましたが、とりあえずマンスリーがありますよっていうところですよね。そしてこのインデックスも100均なんですよ、セリアさん。めっちゃおしゃれなので、ここにはこうやりたいことを書いていくっていう場所にしてます。大きい手帳を使いたいっていうのもそうなんですけど、これね英語の手帳とあと HB×W 英語のリフィルも試してみたくて、自分でねチョキチョキって切って書いてみたりとかして、でまあ結局はねこの英語のサイズにはなったんですけど、まあやっぱりねお金を一番かけずに始められるのが英語だったっていうのがちょっと大きいですね。それから見せていいところが週3アップするためのサンプルルーティーン、これちょっとね仮で書いただけなので、ちょっと今から YouTube やりたい人とかこれはあんまり参考にしないでください。ちょっと完成形ではないので、でこういうのもあって、であとはなんかこのアップしたい動画の案を書いたり、あと動画で話したいことですね、そういうのも書いていくっていうところで、そう私結構なんか動画の中でこのことについて次お話ししますねみたいに言うのに忘れちゃうんですよ。
もうダメじゃないですか絶対。なんか約束したのに忘れるってダメだから書こうと思って書きました。なのでちょっとここに書いてあることも順次お話ししていくので、ちょっとねお待ちいただけたら嬉しいです。でここからね使ってないページばっかりなんですけど、この週刊リフィルもセリアさん、この方眼のねかっこいいページもセリアさん、もうねセリアさんのリフィルめっちゃおしゃれなんで、もう本当に初心者の方だけじゃなくてね、今すでに英語手帳を使ってるよっていう人にもおすすめできると思います。でねこの半透明のね綺麗なディバイダー、これもセリアさんです。もうセリアさんばっかなんですけどね。そしてここに入っているリフィルは、あのもともとねマークスさんのシステム手帳を買った時についてきたリフィルです。あのマークスさんのシステム手帳は3000円から4000円ぐらいで私買ったかなって思うんですけど、やっぱりこうセリアさんのものに比べるとちょっとお値段がしてしまうものではあるんですが、こういうリフィルが一通りついてきます。あとマンスリーだったりバーチカルのリフィルとかもついてきたかなと思うのでね、もうこれだけ買ったら一通りついてるよみたいなところがあるので、そういった意味でもね初心者の方おすすめかなと思います。でデザインもね結構可愛いものも多いのでね、ただこの手帳を留めるやつ、これはちょっとね別売りにはなってしまうんですけどね。そしてまたまたセリアさんのポケットで、これねカードポケットですね、入れるものがないのでちょっとちっちゃい封筒入れてます。これもセリアさん。そしてこの大きいクリアポケット、これももちろんセリアさんです。でね中に入っているあれこれも全部セリアさんです。これインデックスのシールも入れてるし、あと日付をね手書きでもいいんですけど、やっぱりシールで貼った方が綺麗にできるのでね、いろんな種類を各種取り揃えております。まあそうですね、今はこんな感じですかね。まあなので本当にねさっきも言ったんですけど、こちらの手帳を使ってね自分に無理のないペースでいっぱい動画を出していきたいっていう気持ちで今すごくやる気に満ちあふれているので、もしよかったらチャンネル登録、そして高評価コメントなどもすごく励みになりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。もうなんかねお願いしちゃってばっかりで申し訳ないんですけど、でもねお願いするからにはその分いっぱい楽しい動画出していきますね。これからもよろしくお願いいたします。ということで今回はこれで終わろうと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でまたお会いいたしましょう。バイバーイ。